時は第四次任界大戦終結後、とある任務を受けた渦巻きナルトが今まさに里をたたんとしていた。よし、行くか。そうね。あのさ、本当についてくんの？うん、だってあんた一人じゃ心配だし。心配って、ただの新書運びだぞ。しかも砂隠れまでの。別にいいじゃない、私たちたまたま偶然休みなんだから。休暇をどう使おうと人の勝手でしょ。ねえ、ひなた。あの、ダメだったかな。いや、ダメなことはないけど。だったらブチブチ言わない、さっさと出発。わかったってばよ。ここまではうまくいったわね。いい？ひなた、せっかくの機会なんだから、あいつとの関係少しは進展させんのよ。大丈夫、私がしっかり背中を押してあげるって。止まってちゃ何も始まらない。少しでもナルト君と一緒にいたい。少しでもナルト君のことを知りたい。それは私が望んだこと。少しでも前に進もうって決めたんだ。だから行こう。うん、これも一つの忍びの道かくて、旅は始まった。ごめんなさい。
熱血だ。よし。よし。
開始。No!
の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。大切なものを守るためなら俺はどんな奴にも負けねえ。ほう。